男は決して曲がらない一筋の道を歩き続けた。瀬長亀次郎。この沖縄の大地は再び戦場となることを拒否する。基地となることを拒否する。恨みを飲んで殺された仲間たちの魂に報いる道は何か。亀さんの真似はできない。誰もあるよ、人間として生きるね、自由を。瀬長が怖いのではない。瀬長を奪還するかもしれない大衆に。馬鹿げたことをやりやったんですよ、アメリカは。渡航拒否で日本にも行けないからね。引き下がるんじゃなくて抵抗の一つ。沖縄の統治とかいうようなものは軍事基地を支えるための手段である。沖縄人を困ってくれよ。復帰へ向けて一社千里のごとく民主運動が爆発していく。アメリカが沖縄に政権を持っておるんです。瀬長君百もご承知の上で私どもに困るようなお尋ねをされておる。返還が目的ではなくて基地の維持が目的である。君のようなものは一日も早く死んだ方がいい。食べることもできない。こんな人もいっぱい来ましたよ。人のためにね、この人は一生尽くした人ですね。沖縄に強烈な自治意識を残した。基地もない、アメリカ軍もいない、初めて平和という言葉が使えるんだ。